潮止めジャンボリーは日本テレビが毎年夏に開催していたイベント。会場は東京汐止めの日テレプラザ2004年から2009年まで開催された。2003年8月に日本テレビ本社が工事町から汐止めに移転したのを記念して8月2日から8月31日の約30日間にわたりアートを驚く。 日テレサイト大したイベントが行われたのが源流。ただ、当時は大道芸を中心としたもので、番組等と連動した現在の形式とは大きく異なるものだった。そして、翌2004年から日テレジャンボリーとして本格的な夏イベントが始まり、以後毎年夏休み期間に開催。2005年から5 o 潮止めジャンボリーと解消。 2009年までこのタイトルで開催された。2004年から2006年まで元日本テレビアナウンサーであり当時イベント事業局副部長であった小倉敦氏が総合プロデューサーを務め、当初は T プロデューサーや T 部長として知られる土屋敏夫と共に企画。2003年からスタートしていたお台場冒険王に対抗すべくと公的に銘打っていた。本イベントでは 世界の果てまで、いってき中井正宏のブラックバラエティ、ダウンタウンのガキの使いやらんで、をはじめとする日テレの人気番組のブースグッズ販売店、飲食店、ステージライブなどで構成。このスタイルは、使用白になって、以降、現在も続いている。入場料は無料だが、一部のアトラクションは有料。なお、開催期間中、毎年8月に放送される。 24時間テレビ、愛は地球を救うの関係上、24時間テレビ、特設ブースや専用募金箱が設置されていた。これもまた現在も続いている。なお、収益の一部は24時間テレビチャリティ事務局に寄付されている。2009年を最後に、ジャンボリーとしての開催は発展的に終了し、2010年より、潮止め潮サイトの夏、イベントと一体化するとともに、 塩止め博覧会として再始動。2011年からはイベント名を塩博と改め2014年まで続く人気イベントとなる。そして2015年からは新たに超塩止めパラダイスと改め事実上リニューアルして開催される。塩博及び超塩止めパラダイス。もう参照 B2 階ゼロスタ広場。 編集通年展示2004年2005年2006年2007年2008年2009年 B1 回大階段編集高校生クイズブース1回ゼロスタ大屋根広場クリスタルホール編集クリスタルホールは2007年秋から収録スタジオテレビ場となって通常入場できなかった 2004年2005年2006年2007年2008年2009年2回マイスターマイスター広場編集日テレオード警国船神社2回日テレホールホワイエロビー編集大屋根広場メインステージほかジャンボリーステージほか55ステージジャンボリーステージほか2005年本イベントではスタンプラリーを開催しておりイベント期間中会場となる 日テレプラザ内各所にスタンプが設置されていた。会場内のすべてのスタンプを集めると特典があるものもあった。以下は主な例。当時はジャンボリー以外にも、当期にはクリスマスイベントとして2004年から2009年の12月中旬、下旬にはゴー、塩止めクリスマスとして開催されていた。また、2004から2006年の12月末1月初めには g 潮留めお正月と題して、お正月イベントも開催されていた。ありがとうございます。